ロイヤルカリビアンインターナショナル。ロイヤルカリビアンインターナショナルは、1969年設立の、米国船会社。親会社は、業界、第2位のロイヤルカリビアンクルーズ。カリブ海を拠点にカジュアルファミリー向けのクルーズが、中心となり、2015年10月現在、23隻の客船を保有する。1991年以降は鮮明に、オブザシーズと付けている。 同じロイヤルカリビアンクルーズの参加にはワンランク上のサービスを提供するセレブリティクルーズがある。その他アザマラクルーズとその子会社 CD 会クロアジーエールでフランスがある。日本の総代理店はミキツーリスト。日本語での予約サイトを運営しており変動する料金や客室の空き状況、最新の日程を簡単に検索することができる。 かきがえブリンクから参照。1968年に、ノルウェーの船舶運航業者3社の共同出資によって、ロイヤルカリビアンクルーズラインロイヤルカリビアンクルーズラインとして設立された。1970年に新造船ソングオブノルウェーを収益させ、1972年までに、同級3隻の船体を整備した。ソングオブノルウェー級は一万八千総トン級で、 乗客定員700名程度と当時のクルーズ産業の需要に合わせた無理のない規模の客船であった。その後同級3隻のうち2隻を1978年、1980年に船体延長して2万3000相トンに大型化。1982年には3万7000相トンのソングオブアメリカが収益。当時同船はノルウィージャンクルーズラインのノルウェー。 キュナードのクイーン・エリザベスに、P&O ラインのキャンベラ、オリアナ、ホランド・アメリカラインのロッテルダムに続く世界第6位の大きさのクルーズ客船であった。1988年に当時世界最大、最初からクルーズ客船として建造されたものでは、世界で初めて7万相トンを超えた、ソブリン・オブ・ザ・シーズを収益させ世界の注目を集めるとともに営業的に、 大成功を収めた。ただし、船舶過剰を懸念してその後の建造は4万8000ンのノルディックエンプレスとなり、他社から購入した4万ソートンのバイキングセレナーデを船体に加えた。同時期に、ライバル社カーニバルクルーズラインは7万ソートン級のファンタジー級の毎年連続建造で8隻を整備し、 折からのクルーズ需要の急増の波に乗って1996年には世界初の超10万層トンルーズ客船カーニバルデスティニーを収益させるなど積極的な船体拡大を行いロイヤルカリビアン社は企業規模としてはカーニバル社の後進を廃する結果となったそれに対抗して1992年と93年に ソブリン級の2.3番線を収益させるとともに1995年からビジョン級6隻を整備して1998年までに7万トン級のいわゆるメガシップ、当時の故障の一つ9隻を制した。しかし細部仕様が2いし3隻単位で異なっており、徹底的な統一仕様を重視したカーニバル社の船体に対しては営業効率の面では今一つ及ばなかった。 クルーズ市場が拡大する中で企業規模の拡大が希求されており、1997年にはギリシア資本のプレミアムクルーズラインであるセレブリティクルーズを買収し、イコスタクルーズとランホランドアメリカラインを買収したカーニバルに対抗した。2003年には業界第3位の規模を有する P&O プリンセスクルーズとの合併交渉に臨み、合併会社は 世界最大のクルーズ運行者となる予定であった、契約にまで至ったもののカーニバル社がより、工場圏での横槍を入れる事態となった。結局契約は破棄されプリンセスクルーズはカーニバルコーポレーションと合併。このため、ロイヤルカリビアンクルーズは多額の医薬金を受領したものの永続的に業界、第2位の立場に甘んじる結果となった。こういった歴史的経緯のため、 近年の同社のクルーズ客船はより美しい、船舶デザイン、全ガスタービン電気推進など新規技術の積極的、投入、樹木を集める大型船の建造などにより差別化と市場アー R を図る傾向が見られる。クルーズ船の種類として、1999年11月にデビューした当時として、世界最大のボイジャークラス13万8000トンの クルーズ船が中心となるが、2007年より16万トンのフリーダムクラスが登場し、2009年11月13日には22万トンのオアシスクラスが基地となるフロリダに到着し、12月4日から本格的な営業運行を開始した。約9万トンのレディアンスクラスは、ボイジャークラスと前後して建造され、パナマ運河を通過できる大きさの最大級である。 同級は環境に配慮して、ガスタービン発電、ポット型電動を推進として検された。これにより、従来ディーゼル式によって発生していたワイエニア、窒素酸化物を大幅に減らすことが可能になったが、昨今の燃料価格の冒頭により、採算性が悪化する結果となった。そのため低燃費なディーゼル発電機を一気追加し、中速域までガスタービン発電機を稼働させることなく、 運行可能とするための工事が予定されている。この他にもビジョンクラス、7万トンクラスなどがある。運行エリアはカリブ海が中心となるが、アラスカ、ヨーロッパ、パナマ運河やメキシコ、カナダニューイングランド地方、カリフォルニア、バミューダにも定番クルーズがある。船内は多彩な設備を備え、華麗なショーや数々のレストラン、盛りだくさんのイベントが用意されている。 エンターテイメント、施設利用料、食事3食も、クルーズ料金に含まれている。その他、別料金にて、オプショナルツアーなども申し込むことができる。船内設備は豪華であるが、カジュアル向けのクルーズであるために低価格が魅力。それゆえ、スタッフのサービスレベルは至って普通である。なので、きめ細かなレベルの高いサービスは、望んではいけない。 クアンタムクラスはオアシスクラスに次いで世界で2番目の大きさを誇る。マイヤーベルフトが建造を手掛けており、設備に関してレディアンスクラスと似た特徴を持つ。このクラスにはノーススターといわれる41メートルの長さを持つクレーン型展望カプセルやスカイダイビングシミュレーター、リップコードバイアイフライ、船後方にあるパノラマ型の窓を利用した。 プロジェクションマッピングを楽しめるラウンジ、270度など、これまでのクラスにはない、様々な設備を搭載している。世界最大の規模を持つクラス、STX ヨーロッパが建造、オアシス・オブ・ザ・シーズとアルーア・オブ・ザ・シーズの名前は、USA ・ト d 上でコンテストを行い名付けられた。ボイジャー・オブ・ザ・シーズ級を船体中央で延長した、船型となっている。 船の全長は大きくなったが、ボイジャー級と巡動系といえる。パナマ運河の通行が不可能なボイジャー級を保管する、目的も含めて建造されたパナマックスマックス級の、船級。ボイジャー級と同じポット型電動推進機を2機、備える。ガスタービン発電機2機とガスタービン廃機を熱交換機に通した蒸気タービン発電を、主発電力として用いた。 世界初のクルーズ客船である。機関溶石、重量の軽減小型化という利点を重視し、採用された方式であるが、近年の燃料油の工場的高騰により、収益性の悪化を招いている。そのため、中速巡航域までガスタービンを稼働させることなく、運行可能とするためのディーゼル発電機を一機、追加する改装工事が計画されている。 同社のクルーズ客船で初めてポット型電動、推進装置を用いた船級である。2機の推進装置の内中央の1機は固定、両弦の2機は360度旋回式となっている。ビジョンクラスは、以下のラプソディクラス、グランジャークラス、レジェンドクラスに分けられる。同級2番線のエンチャントメント・オブ・ザ・シーズは2005年に、 船体中央に22メートルの延長部を挿入し、全長を301.5メートルに、総トン数を8万500トンに拡大する工事を受けた。この拡大工事は、技術的にも、営業的にも成功であったが、経費超過のため両船グランチャーをオブザシーズに施行する、計画は中止された。本級は、同社で初めてディーゼル電気推進方式を採用した、クルーズ客船である。 これにより、船内振動や、騒音の低減と経済性の両立が実現された。またレジェンド級は、巡航速力24キロトンとクルーズ客船としては、高速で速度性能を活かしたクルーズプランが可能である。高用性を重視したスリークな船型も特徴となっている。レジェンド・オブ・ザ・シーズ、スプレンダー・オブ・ザ・シーズともに、英国のトムソン・クルーズに売却された。 同級一番線のソブリン・オブ・ザ・シーズは2008年に系列市会社のプルマントゥール・クルーズに移籍した。ソブリン・オブ・ザ・シーズは最初からクルーズ客船として建造された船舶では世界初めて7万艘ティーを超えた船である。ロイヤル・カリビアンのクルーズ客船として1990年に就航したノーディック・エンプレスは2008年よりアルシーの系列し、 会社であるプルマントゥールクルーズに移籍、2016年にアルシーにカムバックした。2010年1月、ハイチ王自身に見舞われた直後、リゾート客を乗せたリバティオブシーズがハイチ北部のプライベートリゾート地に寄港。国内で行方不明者の捜索、被災民の救済が行われている最中の出来事だけに批判を受けることとなった。会社側は、 地震があった時だからこそ、現地の雇用を維持し、地域経済を支えなければならなこと、船に支援物資を載せず塗ったこと、救援資金として100万ドルを寄付していることを主張したが、総じてアメリカ国内ではネガティブな報道ぶりとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。